KTube をご覧の皆さん、こんにちは、竹岡圭です。今日はですね、はい、こちらに鎮座しておりますホンダ N バンをご紹介したいと思いますね。ホンダには N シリーズっていうね、軽自動車群がありますけれども、 N ボックスのこのプラットフォームのいいとこを生かして作った商用車になるんですよね。でもね、これ工夫次第ではなかなか面白い車なので、ちょっと見ていきましょう。どうですか、まずなんかこのボディバランスが不思議じゃないですか。まあ、ディメンションとか言いますけれども、軽自動車って1480ミリ以下って全幅ね決まってます。なのでこの N 版も1475ミリです。で、全長も3395なんですけど、全高これがなんと1945ですよ。私横に立ちましょうか全然背が高い、まあ、いつもそうだけどさらに大きいですよね。1945って相当大きいよ。これより大きい人多分数少ないですよね、身長がね、っていうぐらい。なのでなんかバランス的には面白いバスみたいだよね。なんかちょっとボンネットバス風な感じかなっていうふうに思います。で、もともと N シリーズって、まあ、N ボックスとか、まあ、N バンとかそうですけど、ここがね割とフラットで高めなんですよね。他のなんか軽自動車のこうスーパーハイトワゴン系ってここまでねテーブルトップみたいな感じで高くしてないのが多いんですが、割とねこの顔の厚みを持たしていかにもなんかミニバンですよ風なスタイルを作ってきてるのが特徴かなと思うんですけど、それがさらに背が伸びたことでちょっとねバスっぽい感じで、色からして、まあ、ちょっとここに茶色のしましまとか入れたら猫バス的な感じなのかなと思って可愛かったりしますけど、でね、これ雨どいちゃんがここにあるのがなんかまたこれおしゃれですよね。この道具感が出てね、非常にね可愛らしくていいかなというふうに思います。で、ここもねこのなんか3本のこういう、まあ、線っていうかね、ちょっとこうデコボコってなってですけど、こんな感じのが入ってる、ところでちょっとねこう平らな中にもおしゃれな感じだから、本当にねなんかなんだろう、バスっぽい道具っぽいっていう感じが、まあ、働く車なんでね似合ってるのかなというふうに思います。で、まあそのままこれがね、この3本が後ろにもちょうど回り込んですよ。だこういうところはちゃんとね、成形技術持ってますよ。これがねずれちゃったりするとね、あれここの車大丈夫かしらみたいになっちゃいますけど、綺麗にこれできてるのがやっぱそこはさすがホンダクオリティですよね。はい、 N 版って書いてありますけどね。で、 N 版ちゃんはですね、 N 版とプラススタイルっていうのがあるんですね。で、これはね実はプラススタイルです。で、プラススタイルは、ちょっとこうなんて言えばいいかな、この道具っぽさを遊びに使いましょうとかね、車中泊とかしてみたらどうですか的な、そういったことがいろいろできるモデルとして発売されたやつなんですね。で、後ろも本当に四角いな、壁だよねこれねなかなか四角い、こんなに真四角なのってあるっていうぐらい四角いよね。なんか可愛らしいけど、で、上側からワイパーがついてるので、視覚的には妨げるものがないみたいのは、結構視界確保にはホンダさんこだわるメーカーなんでね、きちんと作り込んでるのかなと思います。じゃあちょっと開けてみます。でかいよ後ろ下がんないと。わあ、こんな大きいんだ。あ、やっぱすごいね、このやっぱ屋根のところのが伸びてるじゃない。で、この伸びてる分がすごい大きいよね、この傘な感じで。ここのこのさ開き方がすっごい面白いんだけど、なんかこれなんかほら普通さもっとカクカクこの角まで来てんのかな、なんか不思議だよね。開き方大きいんだけど、なんか不思なんて言葉で言っていいかわかんないな、この縁が見えないんだよね、ここが出てるから。だからなんかほんと不思議な空間に見える。このままここでお店屋さんがやりたい気持ちね、面白いです。で、ここはですね、まあ、働く車なんで、これはわざとビニール的なね、汚れ物を拭いてやってもこうワイパブル仕様っていうんでしょうかね、拭けるような設定になっています。だから汚れ物積んでも大丈夫。これ見て面白いね、0、10、20、30、40ってなんかこうジャッキが入ってるぞっていうマークだけど、これなんか測れんのかな。でも、まあ、確かに、あ、確かにこれ合ってるかもね、10センチだねちゃんとね。
で、ここはね、今日たまたまあの三角表示板が入ってますけれども、まあ、いろんなものが置けたり、あとこういうとこスリットとかでね、棚が、あったりとかオプションとかね、いろいろ工夫して遊べるような仕様になってます。で、ここが広いので、ここにちゃんとライト、お、しかも LED じゃん、明るいやつね、ついてるっていうのは気遣いを感じますよね。はい、ちょっとね、これ後でね、全部倒したりすると面白いので、いろいろやってみようと思います。さて、まずここすごい、すでに広いじゃないですか。で、これシートがね、すごい倒せるんで、ちょっと今からやってみますね。で、お、これ窓がこのタイプなんだね。下がらないタイプなんだね、やっぱね。よ、これまずこれすごいね、大きくない？巨大うちわみたい。で、ちなみにこれはね、今ここ三角定規板入ってますけど、こういったところに固定できるように一応スペース的には考えられているんですって。まあ、ちょっと今はね、このまま取っちゃいますけど、ここにも入りそうだけどね。はい、じゃあちょっとこのうちわのような大きなやつちょっと置きますよ。で、お、すんごい低いわ。ちょっと反対側行きますね。この低さはすごいぞ。ほら、ここでまず広いよね。はあ。でもね、実はここだけでびっくりしていただきたくないんですよ。さらにすごいのが、ちょっとうちわちゃんこっち置いて、今度助手席ちゃんをですね、で、助手席ちゃんのヘッドレストはまあこれぐらいの大きさなんですけど、これはね、ここにちゃんと入れるところが用意されております。ここにね、こうやってね、固定するようになってるんですって。一応考えられてるんですが、今ちょっと省略してですよ、いいですか、これをまず前倒し、ここまではよくあるじゃないですかね。これからですよ、こう持ってよっ、ほら見て、この平ら、すごくない？こんな平らなんですよ。で、ここにね、これ蓋するやつもあるわけ。こうしてしまえばどうですか。これはちょっとすごくない？これなんかこんなに全部開いちゃっていいのっていうぐらい、これね、商用車初の実は B ピラーレスなんですね。まず他のね、で早速靴脱いでますけど、これはさ、寝れるなんてもんじゃないよ。どう寝るよ。まずだってさ、これだってもう全然余ってでしょ。私ギリギリ下まで行くとさ、こんな余るよ。どんだけ大男寝れるんだ、万歳してもまだ行かないもん。で、これだって下手すれば別にここだけでもさ、私ならさ寝れるじゃん。これはすごいね。これね、段ボールなら71個、ビールケースなら40個詰めるスペースがあるって言うんですけど、これは広いな。で、ここにね、専用のこうマットとかがあるから、これは車中泊できるよね。でもね、別にこれ車中泊車として開発されたわけではなくて、ホンダにはアクティっていうね、商用車がありました、ワンボックスの。で、そのアクティに変わるような、実はこれ N シリーズの商用車なんですね。で、今まではアクティはまあワンボックスタイプなんで、両側スライドドアで上げて、まあ、後ろから積む感じだったんだけど、これはこんなに開口部がありますから、サイド柱もないですし、サイドから積む方が利便性高くないですかっていう、こうちょっと発想の転換をすると、使いやすいですよと。こちらの方が低いですしね、ビールケースも積みやすくなりますよっていうのが、実はポイントだったんです。で、今までは、こうセンタータンクとかではなかったので、アクティはとなるとね、今なんかすごい大丈夫、今なんか忍者が通りましたけど、はい、アクティはですね、こんな床低くなかったんですけど、これセンタータンクレイアウト低床フラットフロア採用しておりますので、前よりもやっぱりね、積めるんですよね、床が低いので。で、まあこんな
なにいろいろ開口部もあってね、低くてこんだけ空間あるんだったら他のことにもいろいろ使えるんじゃないかなってのでプラススタイルって出てきたんです。だって私がこうやって座ってても全然もう一人ここ座れんじゃないのっていうぐらい高いよね。でね、ここにもライトあります。でね、横開きでいろいろ使ってもらおうっていうんでここにもあるんですよ。ほら、ここも LED、 ここも LED、 これ多分ねつけたら結構明るくいけるんじゃないかな。でこれあのここによくテーブルとかあるのありますけど、商用車じゃないやつね、そういうのはないんです。まあ、一応商用車なんで最大限荷物を積むことを考えてるんですけど、この車ねオプションが本当にたくさん用意されていて、助手席にこうガチャンってやるテーブルとかもあったりするんですよね。であとはこういったこのなんていうの、これホイールじゃない、ホイールか、穴だからユーティリティホイールナット、ユーティリティ穴がいっぱいありますので、あとタイダフンフックといって、引っ掛けるところも、たくさんあります。こういうとことかこういうとことかね。でこれ荷物を固定するためのものではあるんですけれども、意外とこのなんだろう、自分のガレージライフ的なものとしても、利用して工夫できると思うんです。だから DIY がお得意な方はめちゃめちゃ楽しいんじゃないかな、この車ね。なんかの夢が広がってきますけれども、なんか妙に落ち着く空間ですよここね。なんかここで野立てでもしようかなみたいなね、紐を線引いちゃって、なんかそんな畳とか引いちゃうのも面白いかもね、なんていろんなことが思い描ける車です。じゃん、助手席のヘッドレスト、こういう形で収まります。ちゃんとねこのステーのところまでね型が抜かれてるのはなかなかすごいですね。でちなみに今ここにいるから説明しようかな。ここにあのゴミ袋的なんか袋かけるフックも2つもある。いや本当にいろいろ考えられてますね、うん、ここ面白い。これちゃんとほらするって、普通に何気に入れただけかもしれないけどちゃんとね固定されるようになってんだね。こうなんかすごいローテクだけど上手だな。ではシートポジションチェックいきますか。ないというわけでこれはシート上がりません。でもねシートも座り心地はすごくいいですね。これねやっぱりあのお仕事用の車だから、疲れがちょっとでも軽減できるようにシートはこれ乗用車レベルの、シート運転席には入ってるんですって。だからね座り心地結構いいですよ。で、これスライドはするもちろんで、マニュアルなんでこの車ね。そうなんですよ、これね6速マニュアルと CVT が6だよ、6すごいよね。はい、で6速マニュアルタイプを今日借りてきましたんで、でもここがやっぱ高いからね、スポーツカーのような足投げ出すマニュアルとはいかないね。やっぱねちょっと上からこう踏み下ろす感じ、トラック的な感じです。でハンドルはチルトはする、チルトも見たからこんなもんかな。もうちょっと背もたれ立つといいな。よっ、こんな感じかな。ちょっとねハンドルも寝てる感じなので、なんとなくトラックポジションではあるんですけれども、まあまあいけるかなという感じですね。ちょっと気になった、これやっぱ LED なんだ、これは全部 LED なんだこの車。はい、じゃあこの状態で後ろの席に行ってみましょうか。で後ろの席はねご覧の通り、もう疲れね、ご覧の通り後ろの席はですね、ご覧の通りちょっとまあこうベンチ的な、まあねパターンと下まで畳まれちゃうタイプなんで、まあしょうがない。ああこれちょっと今ここに荷物入ってるからちょっとあれだけど、どうよ、でもちょっとここねいっぱい荷物入るようにわざとふにゃふにゃだったりするんでしょうね。あのさっきの内側型のヘッドレストもここ入っちゃうと思いますけど、うん、ここもあと高いんだよね。まあ燃料タンクとかこの辺来てるからなんだろうけど、意外とね意外とかなりベンチあのかなり荷物の気持ちです。はい、じゃあちょっとこの状態でね、いつものごとく俺ポジションで座っていただこうかと思いますが、ちょっと今日はですね、
原田カメラマンしかいないので原田カメラマンポジションに行ってみたいと思います。はい、というわけで身長176センチの原田カメラマンのポジションに合わせていただきました。今ね実はこれふわふわしてるけどまあこんぐらいはある。でもこんなもんよ。まあ座れるけどちょっとやっぱりなんかドナドナな気分になってきました。というわけで、じゃあこちらはね、まだ原田カメラマンに座ってもらおうかな。このままね、どうですか。確かに荷物だ確かに荷物だよね。やっぱね硬いよね。硬いね。ちょっとねあれだね、荷物で乗せるから頑丈にできてんだからね、うんうん、そう、あとこうペタンってこうね畳んだ時に上から荷物乗せちゃうからね、うん、そういうところで重さに耐えるような設計になってるんだと思うんだ。で窓もそのなんていうの空気は入れ替えできるけどみたいな下がるタイプじゃないやつなので、うん、そうそれそれそれ、うんうん、まあまあでもねこの2質感だったら仕方ないかなって気はするよね、うんうん、でも車中泊でもそれで空気の入れ替えできるし、うん、まあまあ、うん、最近のバンみんなそうだけど、うん、そうだよね。よくできてる。よくできてるよね、うん、ていうかちょっとおしゃれっぽいのはなんで、うん、でさここにあれがないね。あボックスがね、あのこういう働く子たちは結構ここにルーフのとこにボックスがあるじゃない。それがない分まあ天井は高いけれどもなんで作んなかったのかな。黄色いとさ、カングーっぽいね。ああ確かにね。なんでこれ作んなかったのかな。カングーっぽいんだったら、うん、まちょっとこれライトない。こっちもあ鏡は一応こっちもついてるスタイルね。まあこれはあのプラススタイルってやつだから、ね、あれついてるのかもしれないけど、うん、そういうことだね。はいよくできてよくできてて、まあ、良いのではないでしょうかでは、ちょっとね、運転席周りご紹介していきたいと思うんですが、まずグローブボックスないんですよね。だからね後ろのところのシートのポケットに多分車検証とか説明書とか入れてあったんだけど、まあ、ここがない分これがパターンと倒して全部スペースで使えるという風になっているのでしょう。なのでこういうとこオプションでね、ここにもあのちょっと隙間ありますけど、ここにねパコンとはめるテーブルとかもあったりするんですよ。でここには、アクセサリーソケットと USB があります。でですね、この上の段にも、物置くところありまして、で紙パックも入るカップホルダーがあって、で吹き出し口でしょう。でちゃんとハザードスイッチは独立しています。でエアコンはオートがついていて、ここもねここもなんか入る仕切りもあるんだよね。何入れるんだろうね、ここね、うん、でここエアコンの吹き出し口があってカップホルダーがあって、でここにイーコンボタンがあって、ホンダらしいですね。でここにも、3キロまでかけられる。だからフック助手席周りに 1,2,3 あるんだね。なかなかすごいですね。でここにもね、はいボトルホルダーあるんです。やっぱ働くとね喉も渇きますし、お弁当を持ってお出かけになって外でペットボトル買うとかいろいろシーンがあると思うので、まあこういうとこあるといいですよね。あとこういうボトル型の空気清浄機とかもあったりしますからね、いろいろ使い出があると思います。でこれなんだってみんな思うでしょう。これね、これ実は助手席をここまで倒してここまで荷物が積めちゃうじゃないですか。でやっぱり運転席の足元に荷物転がってくると危ないので、それをガードするものでございます。でもこれやっぱりね取り外しできるようになっているので、はい、なんかね作業するのにない方がいい時っていうのはこれも使えるし、あとこうウォークスルーしたい時っていうのも取って使えるし、まあいろいろねフレキシブルに使えるっていうのはいいところですよね。で、これ実はねサイドブレーキです。こういうの懐かしいって今原田カメラマンが言いましたけどね、初めて見るって人もいるんじゃないかな。ここにあると、まあ、他のスペース取られないんでいいんですけどね。昔これ昔の車とかトラックとかだよね、こういうのね、うん、ライドバンとかね。いや面白いな。はい、こんな形になっています。でねなんかねこのメーターとかもね真ん中ちょっと四角くて時計っぽい
昔の時計っぽい、昔の目覚まし時計っぽい感じね。でタコメーターが見えてみたいな感じになってますけれども、装備的には安全装備もきっちりついてますし、最新のなんだろうな装備快適性はちゃんとあるんだけれども、なんか新しい懐かしい面白い、しかもなんかローテクシンプルみたいな、なんかいろいろ語るところがある、そんな車ですね。さてエンジンルームでございます。まあね、軽自動車なんでね、3気筒の小さいものになりますけれども、こちら NA エンジンです。なので53馬力のトルクが64ニュートンメーターですね。でプラススタイルファンっていうね、今日ご紹介してるやつには実はターボもあるんです。でまあこれは NA のしかもマニュアルトランスミッションなんでね、ちょっとトコ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 と走る感じになりますけれども、はい、それはそれで味があっていいのかなと思います。でお仕事グレードの方は基本的には NA エンジンだけになりますね。さてね、働く車なわけですけれども、シートはねやっぱりね座り心地かなりちゃんとしてますね。でポジション的にはもちろん届くし、でこのねあの N ボックスと違ってここ高くないので、私なんか前すごく見やすくて、しかもなんかピン角で全部近くにね切り取られてる感じなんで、隅々まで見えるなーって感じはするんですが、やっぱりこれまあそうね、スタイルプラスで遊びに使うんだったらどうだろう、荷物なんかこうね、あのワーケーションとかなんかこうなんだろうな、お店屋さんとか車中泊しようとかいろいろ荷物積むんだったらちょっとターボの方がいいかもね。あのこの辺走るだけだったら NA で全然いいんですけど、高速道路を使ってなんか遠くまで行こうかななんて考えている人、遊びでね、そういう方はターボの方が音的な問題で快適だと思います。っていうのはね、やっぱ NA だとねどうしてもそういう高速道路でクルージングしようと思うと回転数上がっちゃうじゃないですか。でそうするとねちょっとこうなんだろうな、遊びに行こうっていう時に疲れるかなっていう気はしますよね。でもマニュアルのねフィーリングはね結構いいのよ。なんかあの意外とショートストロークで意外と面白いです。で、あの働く車だけあって NA でもこういうね出足のトルク感がすごいあるんですよ。だから普段こう配達とかでねそういったところでこうちょこちょこ走るのに使うよっていう方は逆に NA でも全然問題がないです。6速まであるのがなんかもう不思議だよね。今6速なんですけどあでも今空にですけどそんなに乗り心地悪くない。うん、意外としっかりねまとまってる感じがして、でね背がすごい高いからね、トレッドはまあ狭いから軽自動車なんでね、もっとなんかこう不安感あるかと思ったけど、意外とこう重心の低さがしっかり感じられて、これがねいいかもね、なんか結構楽しいかも。うん、これをねやっぱスタイルプラスといって、その仕事だけにしとくにはもったいないで作ったのがよくわかりますね。うん、ほら意外とこれ意外と面白いよ意外と面白いよとか言っちゃう。ほら意外とねこうショートストロークでスカンスカンって決まるんで、あらら、これ意外といいんじゃないでしょうか。ハンドリングも悪くないですし、あ予想以上に楽しいな。まあでもねこれあのシートが助手席やっぱりペターンと前に倒れるじゃないですか。で後ろもそうですけど、だから運転席以外のシートが実はあまり良くないと思うんですね、座り心地的には。だから一人でいろいろ楽しむソロキャン的な人とかだったらいいと思う。っていうのはね、実はねさっきあのワーケーションしてる人をね駐車場でちょっと見かけたんですよ。よっぽど声をかけようかと思ったんですけど、ちょっと怪しいかなと思ってやめたんですけどね。
この中をワーケーションスタイルにちゃんとしててね、普通のオフィスで使うような椅子を入れてテーブルとね、で後ろを開けて景色見ながらお仕事をなさってたんですよ。と本当にいるんだ、やっぱそうだよねって、なんかすごくね腑に落ちたというか、これやっぱり室内光がこれだけ高いから椅子入れたりできるんだと思います。やっぱりね、これ1945だったっけ、この室内全高ね。で、まあ室内光はそれよりもうちょっと低くなるけど、でもやっぱ高いからね。だって私座ってさ、手上つかないもん、実は一番高いとこペタッとはこう指ならつくけどぐらいあるんですよ。ほんとなんかこういう車は、私別に不器用なんでね、 DIY が得意なわけでは全くないんですが、でもなんか夢が広がって楽しいなっていうふうに思いました。だからいわゆる当たり前の使い方、こういう車で、まあ、配達そうですけど、あとは釣りとかね、そういうアウトドア的なところをまず皆さん思い浮かべると思うんですけど、それだけじゃちょっともったいないかもねっていうぐらい、この中をいろいろ改造してね、なんかたこ焼き屋さんとかもできるかもしれないお花屋さんとかもちろんできるし、ワーケーションスタイルでもちょっと良かったな。あれで車中泊とかも多分できちゃうと思うんですよね。それでちょっと日本一周とかね、あえてこのマニュアルの NA でとことこ行くっていうのも面白いかもしれないですよね。私なんかこう行ったところ白地図で全部塗るっていうのやりたかったんだけど、いつも忘れて途中でどこまで行ったか分からなくなっちゃってね、実現してないんですけど、なんかそんな楽しみをね見つけてやってみたい気持ちにさせられる車でしたね。はい、というわけで今日の軽チューブ、ドライブはいかがだったでしょうか。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また一緒にお出かけしましょうね。今度は配達も行きますかね。またね。